久保、何回も言います。ノーマークでした。一番ノーマークだった。正直、そのバーレーン以外の2チームのどっちかだと思ってたんで、本当にノーマークだったですけど、まだ時間あるんで、しっかり分析、対策派できる時間があるのでよかったです。本当に何回も言いますけど、正直ノーマークでした。相手を刺激させかねないことをペラペラと、ノーマーク念押ししてくさ。まだこいつ相手のこと舐めてるな。余計な敵の反感きたー。ふざけんな取材禁止にしろ。舐めてんのかこの野郎。海外で育つとくんさんみたいになるのか、次のアジアカップ白母みたいな欧州育ち呼ばないようにしよ。久保派が達者すぎるなー。